20年ぶりに開催されている復刻イベント白の奇跡 in 大阪。試合前にはホークス OB の荒垣渚さんと松中信彦さんによる始球式、ガチンコの一球勝負。軍配はライト前に運んだ松中さん、豪華な共演でファンを盛り上げてくれました。好調のホークス、6連勝を託された先発のマウンドには20年越しとなる白の奇跡登板となる和田毅。初回、変化球を決め球に打たせて取るピッチングで三者凡退の立ち上がりを見せます。打線はその裏、2番今宮、3番柳田、連打で先制のチャンスを作り、ホームラン打点リーグトップ4番山川。スタンド最上段に届く11号スリーラン。ホークスが先制します。その後もワンアウト満塁となおもチャンスで、前の試合ホームランの海野。起用に応える2点タイムリー。一挙5点を奪います。さらに続く2回、山川、自身も完璧と語る2打席連続ツーランホームラン。2度目のドスコイで真っ白のスタンドも大盛り上がり。チャンスは続き9番三森。低めのボールに食らいつく2点タイムリー。リードを9点に広げます。大量援護をもらった和田、ボールを低めに集め、楽天打線を3回までパーフェクトに抑えます。4回、この試合初ヒットを許した和田。それでも続くバッターをダブルプレーに仕留め、相手に流れを渡しません。7回を投げ無四球無失点。20年越しの白の奇跡で躍動した和田毅、白星を飾りチームも6連勝。どんな意識であそこは打席に向かったんでしょうか。ちょっと先に追い込まれてしまったので、犠牲フライを打ちたいなと思って打ったら、はい、ホームランでした。もう2打席目は気持ちも多少楽でしたし、完璧でした。はい、この大阪のファンの歓声いかがでしたか。3本目のセンターフライの時ため息が聞こえてたのですいませんでした。また明後日から勝てるように頑張ります。ありがとうございました。20年ぶりのイベントでの登板ということになりましたけれども、どんな思いでマウンドを向かったんでしょう。いやもうね、いや本当奇跡だなと、まあ、前回の登板が本当に良くなかったので、たくさんの援護はあったんですけども、本当に必死に1イニングずつ、はい、投げてました。見ている側としてはまだまだ投げられそうな印象も受けたんですが、余力はどうでしたか。そうですね、まあ、20年前だったら多分投げれたかなと思います。自分が投げるときは毎回白の奇跡をやってほしいなと思います。白の奇跡をね、またありましたら、ぜひ、足を運んで、応援してください。本当今日はありがとうございました。